頭から突っ込んでくるんじゃないの？逆にそっちで、だからひっくり返すでしょ。来た、ゆっくり来てんのも取れ。皆様ようこそ湯の町木戸間温泉へお越しいただきまして誠にありがとうございます。まもなく駅前広場にございます停車台に SL 大乗号ニュース線の予定でございます。はい、来てんの。 SL 大乗号が停車台と入線いたしますと右回りで回転を行います。木戸田の銅像がございますが木戸田でお待ちいただきますと SL 大乗号を正面よりご覧いただけるかと思います。SL 大乗号が見えてまいりました。 SL 大乗号は北の大地、北海道で活躍をしておりましたが北海道は霧が多いためヘッドライトが2つついております。よく見ますとカニの目のように見えることからカニ目と呼ばれております。さらに足元部分をご覧いただきますとスカートを履いているように見えますが雪かきをするものでスノースラウと呼んでおります。ヘッドマークには7月6日から7月の9日まで4日間のイベントとして SL 大乗号ドラマ化イベントを行っております。 SL 限定 SL 用オリジナルヘッドマークを装着しての入場となります。また SL 大乗号側面には鬼怒川温泉川路温泉で開催をされている竜王祭を記念し日光市で一筆竜を作成販売をしている竜光屋がデザインをした竜の特別装飾を実施しております。そういう建物の側面に日光市で一筆竜を製作販売をしている竜光屋がデザインをした竜の特別装飾を実施しております。それでは SL 大乗号が見えてまいりました。ぜひ皆様手を振ってお出迎えをお願いいたします。本日では SL 大乗号を見たら手を振ってくださいと皆様にお願いをしております。ぜひ手を振ってお出迎えをお願いいたします。いい音だね。ご協力の希望が停車台と入線しますと汽笛が何度かなります。汽笛の違いをぜひお聞きください。なお汽笛の音が大きいため小さいお子様が驚いてしまうことがあるかと思います。保護者の方は特にご注意をお願いいたします。それでは間もなく会見が始まります。何練習してたこれ見てる。さあ皆様ぜひ手を振ってお出迎えをお願いいたします。北内さん、北内さんお疲れ様でした。ぜひ皆様手を振ってお出迎えをお願いいたします。いい音。ただいまの汽笛の合図は起動前となります。停車内では3回回転が停止をいたします。その都度 SL 大乗号からは汽笛が鳴ります。 SL 大乗号は皆様の正面に止まればラッキーかと思います。入線終了後まもなく回転を行います。SL 大乗七夕イベントを実施しております。
SL 大丈夫のヘッドマーク SL 七夕限定 SL オリジナルヘッドマークを到着しております。また7月6日から7月29日にかけ SL 大丈夫に SL の側面に鬼怒川温泉川上温泉で開催される竜王祭を記念し、日光市で一筆竜王製作発売をしている高竜屋がデザインした竜の特別装飾を実施しております。彼の目的の相手は多方の相手となります。車に例えますとアクセルを離しますということになります。皆様ご存知のように SL 大乗は石炭と水で動いております。石炭は大阪リア産を使用しております。お水はもちろん日光の美味しいお水です。皆様もぜひ日光の美味しいお水を飲んでお帰りください。皆様ぜひ手を振ってお出迎えをお願いいたします。皆さんキャンセルさんお疲れ様です。わーかっこいい。
新停車東武日光駅です。森山一つ手前4番線警察の電車をご覧になってお待ちください。森山一つ手前新停車東武日光駅ご利用のお客様、4番線警察の電車をご覧になってお待ちください。おい、お前出すなよ。